皆さんこんにちは。今回は冷凍庫を使った自作 PC を作ったので、作った動機や完成品の特徴、実際にパソコンが動くかを紹介します。ではでは始めていきます。まずは作ったきっかけについて話します。今年1月に自作 PC を初めて組みまして、組み方の勉強として YouTube で自作 PC の動画を漁っていた時に、有名オーバークロッカーの方が液体窒素を使って CPU 冷却をしているのを見ました。液体窒素は外気圧下だと約マイナス190°C 付近で蒸発するので、マイナス190°C の低温と蒸発を使って、CPU をオーバークロック、以降は OC と呼称しますが、OC させまくるというものでした。通常仕様 5GHz の CPU を 7GHz ぐらいまで OC していたので、液体窒素すげーって思ったのを覚えています。ただ一方で液体窒素が切れると冷却できなくなるから、次足すの大変だろうなぁと思ったり、周囲の空気より冷やすと結露、霜がつくので対策として専用ヒーターを使っているのを見て、冷却したいのに加熱もするのか、と矛盾を感じたりと、疑問に思う部分もありました。その時に安定して持続的に、そして結露による故障の心配がない冷却方法はないかと思うようになりまして、思いついたのが今回の冷凍庫を使ったパソコンです。以降は冷凍庫 PC と呼びます。冷凍庫 PC は液体窒素には遠く及びませんが、よく冷えて常用できることを目標に考え作り始めました。構想検討時点では冷凍庫 PC には3つ問題があると考えていました。1つ目は結露すること。2つ目は低温環境下ではパソコンが起動しないらしいこと。3つ目は低温環境下に置くことで凍結やグリスなどの粘度が低下して、機械部品が動作不良することです。1つ目の結露、冷凍庫の場合は霜がメインかもしれませんが、当初はパソコンをそのまま冷凍庫に入れず、水冷 CPU クーラーを導入して、クーリングタワーみたいに冷媒だけ冷凍庫で冷やそうかと考えていました。ですがこれだと周囲の空気より冷却部が低温になるので結露が発生してしまいます。ただの除湿機になりますね。ということで冷凍庫内に PC パーツをほとんど入れ、パソコン周りの空気を PC パーツより低温になる環境を作りました。単純に冷凍庫内に入る PC をそのまま入れれば実現します。ただ電源ケーブルなどを庫内から外に配線する必要があるので、そのためにケーブルを通す隙間を作ると、外の湿潤かつ暖かい空気が入ってくると思い、対策として蓋に細工することにしました。後ほど紹介します。二つ目の問題は低温環境では PC が起動しないらしいという点です。私は経験したことがないのですが、冬の朝、パソコンが冷え切っていると電源がつかないなんてことがあるみたいです。暖房をつけてしばらくするとつくらしいのですが、この現象の原因はコンデンサの動作不良とのことです。コンデンサは電源やマザーボードについている缶みたいな形が特徴的な部品で、電気の流れる量を安定化させる機能を担っています。缶みたいな形状以外にも小さくて四角いコンデンサもあるので、マザーボードにはコンデンサがびっしりついていたり、というかコンデンサのない電子機器ってあまり見ないような気がするぐらい多用されている電子部品です。で、パソコンが起動しなくなる問題においては、低温環境下だとコンデンサは電気の流れる量を安定化できなくなり、特に大きなコンデンサを積んでいる電源が動作せずパソコンが起動しなくなる、といった感じです。ということで PC 電源を冷凍庫外に設置することにしました。他にも低温に弱い PC パーツがあるかもしれませんが、CPU は液体窒素で冷却されることもありますし、一部のマザーボードには液体窒素冷却用の設定があると、低温環境下で動作したり想定したものがあるようなので、CPU とマザーボードは低温環境下においても大丈夫だろうと考えています。ただストレージについてはコンデンサ同行の他に3つ目の問題を気にしました。3つ目の問題は低温環境下だとハードディスクや缶などの機械動作する部品が動作不良になる点です。機械部に塗られたグリスが温度低下によって粘度が増し、機械動作に不具合が出て故障するといった問題です。なのでストレージにはハードディスクではなく機械動作しない SSD を使用しました。最近の自作 PC なら SSD をつけるのが主流ですし、そもそも使う予定だったのでちょうど良かったです。ただ機械的な動作不良の問題がない SSD ですが、コンデンサなど電気的な要因については不明です。SSD の低温動作については実際に冷やして確認していくことにしました。ダメだったら SATA ケーブルを使って電源同様に
後ほど話します。次に完成品の特徴について紹介します。どう作ったかについてはこの動画では簡単に触れます。作り方の詳細は今の冷凍庫 PC でやりたいことが一通り終わったら紹介する予定です。まず PC パーツの構成についてです。ほとんどが中古品で、一部私が以前使っていた PC パーツの余りです。壊れても痛みの少ないことを考えてこんな構成にしました。特に CPU に 6700K を選んだ理由について触れると、世代が古くなり安くなっていたのが第一ですが、主流な CPU だったので参考になる情報が多いと思い選んでいます。 CPU でいろいろな冷却方式を試してみたいので、今後も気軽に挑戦できそうです。次は冷凍庫についてです。使用したのはアビテラックス ACF603C です。庫内の内寸は実測で幅 435mm、 奥行き 285mm、 高さ 467mm、 容量はスペック値だと60リットルです。スリムな PC ケースなら入るぐらい、ミドルタワー PC ケースは厳しそうってぐらいの広さです。そして特徴的な機能として温度調整と急速冷凍ができます。温度調整できるので、パソコンがギリギリ動作する温度に合わせたりと、動作の安定性や冷却能力を調整できます。温度調整と急速冷凍を設定するスイッチは庫外の壁面についています。スイッチが庫外にあることが重要でした。温度調整できる冷凍庫や冷蔵庫は他にもありますが、スイッチが庫内についているタイプだったりします。庫内にスイッチがあると当然蓋やドアを開けなければ調整できず、開ければ庫内に湿潤かつ室温の空気が入ってしまうので、結露や霜が発生し故障につながります。庫内がある程度広く、庫外のスイッチで温度調整できるモデルってわけです。急速冷凍機能に対しては特に考えなしでした。ちなみに商品説明には瞬間冷凍ではないと注釈があったりします。実際に何度ぐらいまで冷えるのかを見ようと思い、庫内に温度を測定する熱伝追だけ入れて測ってみました。温度調整機能ではマイナス11度 C からマイナス27度 C の範囲で調整でき、急速冷凍機能を使うとマイナス37度 C 程度になりました。瞬間冷凍だとマイナス40度 C やマイナス60度 C などもあるようなので、急速冷凍は区別されているんですかね。まあこんな冷凍庫を使いました。この冷凍庫の内と外にマザーボードや電源を設置するので、ケーブルを配線できるように、まず備え付きの蓋を外しました。そして ATX24 ピンや HDMI などのケーブルを配線する場所は、冷気が逃げないように断熱しつつ、湿潤かつ室温の空気が入らないように気密性を保ちたいので、備え付きの蓋とは別に蓋を自作しました。蓋をつけた状態でも内部が見られるように観察窓もつけてみました。三重のアクリルパネルです。世の中には二重ガラスの窓があるんだし、どうせ自作するなら三重にしておくかと思い作りました。 PC 電源は庫外に設置します。固定には100均で買ったワイヤーネットのほか、アルミフレームとアクリルパーツを使いました。アルミフレームとアクリルパーツは以前 DIY した自作 PC で使い勝手が良かったので続投です。多少揺らしたり動かす程度なら問題ない程度固定できています。見た目は安上がりな感じですけどね。ワイヤーネットを使うことでアルミフレームを固定しつつ、冷凍庫の壁面からの排熱を阻害しないようにしました。庫内に設置するマザーボードはアルミフレームとアクリルパーツで組み立てた課題につけています。マザーボードは乱暴に扱えないのでアルミフレームで強度を確保しています。アクリルパーツはレーザー加工機で作成しているので、マザボの固定穴の位置に合った部品を使っています。ちなみにアクリル樹脂は静電気をためやすい部材ですが、接点回復材を塗布して対策をしています。以前作った壁掛け PC の動画の中で同じ静電気対策の実験をしたので、詳しくはそちらをどうぞ。マザーボードをつけた課題を庫内に設置するとこんな感じです。ガラガラですね。今後いろいろ入れていきたいな。庫内にはマザーボードの他に温度測定用の熱伝追1つと室温度計1つ、 LED テープをつけています。 LED テープは今回試験的につけました。取り付け位置や交流は足りるか、そもそも必要かを確認しようと思っています。まあバイクで使っていた余り物の LED テープなので、とりあえずつけたって感じです。最終的に内と外を通るために自作蓋を貫通するケーブルは ATX24 ピンと CPU8 ピン、 HDMI、 USB、 外付け電源スイッチ、温度測定用の熱伝追、
LED テープの電源線、計7本になりました。7本のケーブルを断熱性と気密性を維持しながら通すためにワイヤーネット上部と下材上部にアルミフレームを付けました。このアルミフレームにケーブルを固定して、位置ずれの防止とケーブルと蓋にできる隙間を小さくする処置をしました。ちなみに ATX24 ピンと CPU8 ピンは電源供給網のケーブルだと思うので、パソコン起動中は多少暖かくなると思います。ただ断熱材で作った蓋を貫通するので、貫通部は放熱できずに高温になるのではと不安になり、今回は ATX24 ピンなど電源線の温度を確認するために熱伝水を一緒に巻きつけて設置しました。そういった具合に配線するケーブルの準備をして、配線終了後の状態がこちらです。配線がまとまらず汚いのですが、綺麗に配線するセンスも気力もないので今後カバーとかつけて隠したいですね。まあ今回はこんな感じに冷凍庫 PC を作成しました。見た目の面はまだまだ手を加える必要がありそうです。ではやっとですが冷凍庫 PC の動作チェックです。まずは冷凍庫を動かす前にパソコン自体が正常に動くかチェックしました。普通に動きました。今更ですがマザーボードと電源の間に冷凍庫の壁があるとは変な配置でしたが、問題なく動いてよかったです。ベンチマークと OC もしてみます。冷凍庫 PC を作って効果を見たかったので OC できるように事前に勉強しました。使用したベンチマークソフトはシメベンチの R20 です。まずは OC 前のノーマルの状態でベンチマークします。スコアは2099ポイント、CPU パッケージ温度は 75°C です。その後、OC させてオールコア 4.3GHz、CPU、Vコア、ストモード 1.250V で 2195 ポイント、温度は 82°C、4.4GHz、1.300V では 2231 ポイント、温度は 90°C でした。前回の結果より落ちていました。前回は普通の PC ケースに入れていたので、今回とは設置状態が異なっています。それ以外にも OS をインストールし直したりと途中で色々挟んだので、設置状態以外にも変化要因があるんですが、まあそのあたりはスルーします。とりあえず冷凍庫 PC になって初めてのベンチマーク結果が取れました。この結果を室温時の PC 動作とします。次は冷凍庫を起動して冷やしてみます。先ほど話しましたがこの冷凍庫は温度調整できるので、ひとまず設定は1です。PC の電源は入れたまま温度測定ソフトの表示を見つつ冷やしていきました。ちなみに備え付けの蓋は最初つけずに自作の蓋1枚の状態です。自作の蓋で断熱できているかも見ています。冷やしていくとソフトで表示される温度が 0°C に到達して変わらなくなりました。そういえばなんかの動画でも 0°C 以下が表示されていなかったのを見たような記憶が、実物見て思い出しました。マザーボードはどんな温度測定してるんですかね。0°C 以下も表示してくれればわざわざ熱伝水つけて監視しなくて済むんですけど、2時間いかないくらい放置したら熱伝水の測定温度がマイナス7度付近で安定し始めました。パソコンは動いていますね。都内の温度計ではマイナス9度C 程度。事前に測定した結果より2度C 高い温度で維持されているようです。観察窓は結露していませんでした。意外と断熱できているのかなと思いつつ、一応備え付きの蓋も重ねてみると、熱伝水の測定温度がマイナス8度 C 程度で安定しました。庫内の温度はマイナス9度 C 程度で変わりませんが、備え付けの蓋を外して数秒で観察窓が白く曇り結露しました。自作の蓋だけだと断熱性が低いみたいですね。観察窓はない方がいいのか、自作の蓋は発泡スチロールで作ったけど、建築用断熱材の方が良かったかな。初回製作にしては満足していますが、そのうち改良したいと思います。庫内の温度は変わりませんね。蓋の影響というより PC パーツの排熱が影響で事前測定より高くなったみたいです。冷凍庫 PC の断熱性、温度がちょっと分かったところで、次はこの状態でベンチマークと OC をやってみようと思うのですが、思ったよりも動画が長くなってきたので、今回の動画ではここまでにしようと思います。ぶっちゃけトラブって、原因を予想してとなったので、動画にしたい内容が今回と同じくらい残っているので、次回は冷凍時のベンチマークと OC、パソコンはマイナス何度 C まで起動できるか、今後の予定についてブレます。
動画で説明しようと思うと話したいことが多くなって予想より動画時間が伸びるのは無計画な私の癖なもので、こんな行き当たりばったりな感じで今後も進めますが、お付き合いいただければ幸いです。では今回はここまで、次回に続きます。ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。